り前と排卵期とそうでない時期って違うんですよ、はいはい、脳のちょっと状態が、うん、ダメ男を好きになっちゃう時期っていうのがある、それどこなんですか。生理前の時期ですね。あと排卵期前後ですね。あ、その要はしたくなるってこと。ちょっとこう性欲が出てくる時に出会う人っていうのはあまり良くない人が多い。そうです、ダメな人が多いんです、いわゆる。そうなんや。どうしてダメな人を選んじゃうかっていうと、そういう人はこう自分の遺伝子をばらまく性質があるんですよ。で、ばらまく性質があるということは自分も繁殖したいっていう戦略なんです。戦略。なんか聞いてたら怖いね。選べなくなっちゃいそうな気がします。ほんまやね、こいつばらまくタイプかどうかみたいな、いちいち分かれへんもんね。女子の体の悩みで比べてみました。中野さん、どうしたら筋肉を効率よくつけられるのか。この辺とか血管を浮き立たせたいなと思って、なんで。ちょっと先生に聞いてみましょう。女性の場合時期があって、生理周期で筋肉つきやすい時とつきにくい時があるんですよ。女性の体ってすごいね、はい、どっちがどっちなんですか。生理後 のエストロゲンだけ出てる時期ですね。あの排卵までの時期っていうのが比較的筋肉つきやすいです、うん、で排卵してから生理までの2週間って決まってるんですが、うん、男性ホルモンを抑制すると言われてるんです、はい、筋トレに対しての効果っていうのがやっぱり弱まってくるんです、ね。なので生理終わってから2週間ぐらいにやっていただくのが一番効果的ですって。絶対に友達になれない女で比べてみました。マリアちゃん、彼氏がいるのにいないという女。そう、一緒にご飯を食べてたり、そこに男の子がいたりすると、その女の子とかに彼氏いるのとかって質問するじゃないですか。で、何年も付き合ってる彼とかいるのに、私いないみたいな、え、何もくみたいな。なるよね。何もくじゃあその後で帰って、え、なんであの子のことちょっと気に入ってんのって聞いても、別にみたいな感じなのに、え、じゃあさらに何もくなわけ。